草部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では140番目に置かれる。草は草の本字であり、総本植物の総称として用いられる。草の形にかたどる鉄が2つ並んだ回意文字である。変貌の意図としては植物に関することを示す。樹木ではない植物、特に総本植物との関わりから派生した字を作っている。 この時主として、上側の冠の位置に置かれ、上下構造を作るが、という十字の形に変形させて用いられる。なおこの形には、才がある。また、数のように上下に並べられているものもある。草部は、このような粒を構成要素に持つ漢字を収める。その相似数は、すべての部首で最も多い。会所において、変貌の草は、 のように十字型に変形されるが、二つの十字の横角をつなげて、全体で三角にする三角草冠とそのまま間を空ける四角草冠がある。また、四角草冠にはの形との形がある。印刷書体において、後期時点は四角草冠を取っている。現在、台湾の国字標準自体、香港の常用技字形表もこの形を取る。 日本の新字体、中国の新字型は三角草冠を使っている。また、日本の表外漢字アザ代表では、草冠については、明治以来の明朝体アザ型に従い、三角草冠を印刷標準字体と考える。ただし、このことは、明朝体以外の印刷書体の字型を制限するものではないとされており、後期自転体に従っていない。 戸籍における氏名など、三角草冠と四角草冠を区別する場合があり、示す辺や侵入動様にこだわる場合もある。そのため人名用外字セットに四角草冠を使用したものが含まれていたり、大規模文字セットでは三角と四角が区別されている場合もある。筆記の慣習においては、草書では前の上のような形、行書では 草のような形、会所では、十ゅと書かれ、後期時点の活字もこれに習って四角、草冠としている。上記のように、日本の活字では、明治以来三角草冠とされており、東洋漢字表でも三角が採用されている。活字の草冠は、このようになったが、筆記では、学校教育などで四角に書く会所を教えなく、なってしまった。ここから、 旧字は四角という誤解が生まれてしまったが、上のように少なくとも、筆記では四角、三角の区別はない。日本企画協会符号化文字集合調査研究委員の小池和夫は、走行は草冠であることが分かればよく、画数は問題ではない。信用の点と草冠の画数は数えるものではない、としている。大相撲の番付表には三種類の草冠が、 書かれている。一つは、番付表の中央に書かれている、盲語面の、盲の草冠の、二つ目は、若の花の、弱の草冠を、草のようにしたもの、三つ目は、武蔵丸のように通常の草冠にしたものが、書かれている。なお薬事方を採用する日本の新字体、中国の艦隊字では、他の変貌を三角草冠に統合させたものがある。日本。 中国に共通しているのは、高氏のような、ガンの変形で、となったものを、三角草冠にしていることである。ただし、この系列の、夢、眉、驚き、守る、絵などは、日本では単に三角草冠に変えて、夢、眉、驚き、守る、絵とするのであるが、中国では、無、このように、自然体で、独自の簡略化をする。また、か 韓などについては日本では、進む、韓のように、中国では、のように簡略化する。なおこの変貌の反対技、旧事態について言えば、後期時点は、を採用し、台湾の国字標準事態、香港の常用技字形表もこの形をとる。一方、中国は真珠型により、三角草冠無理を使っている。日本の新字体では、韓、金のような、二重形を、 三角草冠無理とする。ちなみに、中国の寒体字では、寒を、に、簡略化する。中国の寒体字では a、a 蛍、坂への、日々を、三角草冠無理とし、のようにする。ちなみに、日本では a、a 蛍、坂へのように、つ形に、簡略化している。草、ありがとうございます。